こんにちは、アリティンチャンネルです。今回ですね、エヴァ航空のハローキティジェット1のエアバス A330 の200を紹介したいと思います。はい、エヴァ航空の初代ハローキティジェットですね。1号機です。はい、今までアリティン、ハローキティのコラボの乗り物を集めてます。はい、サンリオピュアランドのバスですね。あと、ハローキティと、はい、川崎がコラボしたバスです。はい、ラッピングバスですね。ということで、あともちろんハローキティ新幹線です。かわいい。ハローキティ新幹線と書いてありますね。いいですね。ピンクの新幹線です。今も走ってます。いいですね。はい、今回はハローキティジェットです。ハローキティジェット1ですね。初代ハローキティで、エヴァ航空とハローキティの提携で実現された特別図書機です。はい、機体はエアバス A330 の200ですね。はい、スケールが500分の1です。あと機体番号は B16303 です。イエーイ、いいですね。はい、エヴァエアコックですね。はい、後ろはこの模様です。エヴァコックは緑がベースメインラインで、ハローキティとハローキティのファミリーが描かれてます。ステッカーですね。ハローキティエヴァライス、エヴァエア。いいですね。機体のデータですね。エアバス A330-200 です。いいですね。クラスは2つ、2種類あるんですね。プレミアムクラスとエコノミークラスですね。全部は、このプレミアム。プレミアムは24席で、エコノミークラスは228です。はい。サンリオのライセンスもストック済みです。いいですね。はい、ハローキティの説明ですね。はい、解説。キティとキティのファミリーです。かわいい。いいですね。はい、こちらも、はい、いろんなキャラクターが、ここに書いてるキャラクターが、説明がありますね。では、はい、かわいいですね。ハローキティです。これ欲しかったで探してたんです。はい、では、じゃあ、開けましょう。はい、1、2、3。いいですね。かわいい。スタンドもあります。じゃあ、開けましょう。はい、では、開けたいと思います。はい、エヴァ航空のハローキティジェット1です。初代ハローキティジェットです。1号機です。いいですね。かわいい。ハローキティと家族ですね。こっち側は、塗装が違いますね、左右は。とてもかわいい。エンジンのところにも。リスがの描かれて、はい、絵がありますね。はい、機体番号はこっちにありますね。はい、結構ランディングギアもしっかりしてますね。綺麗。はい、スタンドの取り付けがあります。はい、機体番号こちら B16303 です。かわいい。いいですね、このモデルプレーン。よくできてます。顔です。エンジンもしっかり塗装されてますね。模様がしっかりしてます。ウィングレッドもしっかり塗装が綺麗です。いいですね、やったー。壮大のハローキティジェットです。ハローキティとエヴァライスですね。機体番号は前のこれ書いてあります。こっちも左右のエンジンの
絵柄も違いますね。ああ、綺麗。ハローキティママとパパです。はい、じゃあ反対側はゆっくりで。おお、ハローキティと。じゃーん。おお、これも家族です。いいですね。はい、可愛いリスがいます。あと猿です。はい、おお、いいですね。はい、この B16303 は2004年に導入されて運行開始された、まあ、旅客機ですね。で、2016年に待機して、その後ユーロウィンクスという、まあ、ヨーロッパの格安航空会社に売却されて、ユーロウィンクスでは2016年から2020年まで、運行されて、で2020年3月に退役されました。今現在も退役しましたね。おー、いいですね。はい、では今からターンテーブルで展示したいと思います。バコクの初代ハローキティジェットです。おー、かわいいですね。ハローキティジェット1号機です。機体はエアバス A330-200 です。では今から空港のプチジュラまで展示します。空港の滑走路のプチジュラまです。今からヘローキティジェット1が離陸します。かわいいですね。はい、今からスタンド取り付けて展示します。はい、スタンドを取り付けて飛行中の初代のハローキティジェットです。ちゃんと台座にハローキティと書いてありますね。エヴァ航空。いいですね。とても可愛い特別図書機です。以上です。アリシンちゃんでした。今回はエヴァ航空のハローキティジェット1エアバス A330-200 のモデルプレイの紹介しました。はい、初代ハローキティジェットですね。いいですね。おお、アリシンこれ探してたんです。ハローキティジェットです。他のハローキティのコラボの乗り物を持っているので、例えばサンリオピュアランドのハローキティバスです。あとは、はい、おー、ハローキティ新幹線です。はい、今回はハローキティジェットです。いいですね。はい、エヴァ航空とハローキティの提携で実現された特別図書機ですね。
スケールは500分の1で、機体番号は B16303 です。はい、じゃじゃーん。おー、かわいい、とてもかわいい。特別塗装機です。ハローキティとファミリーがステッカーが貼られてます。エンジンのところにも、はい、ロブツが貼られてますね。サールもいます。反対側の絵柄が異なってますね。違いますね。おお、これも可愛いです。はい、エンジンにリスが貼られています。ハローキティです。おお、友達ですね。兄弟。おお、パパ。まあ、家族。おお、機体は、はい、こうなってます。下はこうなってますね。モデルプレーン自体は、よくできてます。ランディングギアも綺麗に再現されて、はい、うん、回らないけど、タイヤ、ギアが。でも、綺麗ですね。塗装が、エンジン、ちゃんとしっかり、模様と塗装ができてますね。はい、ウィングレットも、はい、綺麗です。はい、これ、あくまでも、壮大のハローキティジェットですけども、その後、スズキで、ハローキティとエバー航空の提携でハローキティジェットを実現されています。はい、これからちょっと他のハローキティジェットも集めたいと思います。では、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。